疑問サッカー日本代表ってなんでずっとワントップでやってんの ?442 の方が強そうじゃね。フォーメーションなんて状況に応じて可変しとるで、実際久保とか堂安が 1.5 列入ったりするやろ。サイドアタッカーが強みだから。日本にまともな FW がいない。森安前任者がやってたから。草。マジでありそうで草。森安監督が一番結果残してるんだけどね。まあアイディア先生になってんとこだわり出すよりはマシかな。どうせサイドが強みならゼロトップ的なのも試してみたらいいんじゃね。433の真ん中が落ちてきてサイドが中入っていくみたいなやつ。ゼロトップって言っても結局は縦に走れてムービングポストも電柱もできてボールキープできてパス出せてミドル打てるのを一番前に置くだけだからな。2トップが機能するのはソシエダのハイプレス戦術みたいな特殊なパターンかスアレスみたいな絶対的な子を置いた場合しかないって何回も言ってるだろ。2トップだけでカウンターが成立する組み合わせがいれば442もいいけど FW に万能タイプ全くいないのにやる意味ないだろ。もしよければチャンネル登録お願いします。